ジオよりこんな感じで、これサロンカチャやりますけど、ハロージャスエイジオ、エイジン中尾だ。ということで、今日の曲、岡崎公園でお絵描き対決。はい、僕が判定を決めます。お題もソーに出してもらって、はい、それを僕らが描くと。そうで、ということで判定もソーにやってもらうので、早速いきたいと思います。はい、せーの、あれっつスタート。山口親子の仲間たち、1個目のお題はドラえもん。ドラえもん、チクタク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 タクチ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 クタクどうですか。ちょっとお腹が太ってるみたいな感じ。太ってる、そんなええわ。よし、じゃあ次、名人さん。はい、僕の描いたドラえもんはこちら。うん、判定の結果、名人長尾さんです。いいところは、笑いのこういうね、口とか。え、タヌキとバケモンか。タヌキじゃない、ドラえもんだよ。ドラえもんで、タケコプターをね、ほら、タケコプターさ、もうちょっと長い棒あったのなあ、うん、ありました。俺ら見ろ。逆に何見る。それは、あの、出来損のドラえもんや。出来損のドラえもん。はい、ってことで1ポイント、明治さんゲット。俺は絶対に生き残る。はい、2個目のお題は、岡崎といえば岡左衛門。書いてもらいます。岡左衛門、岡左衛門、岡左衛門。やべえ、ちょっと待って。よし、できた。できた。はい、じゃあ次は明治さんからどうぞ。はい、俺の書いた岡崎もんはこちら。おお。続いてせいやさんどうぞ。ちょっとやばい俺。はい、俺の書いた岡崎もんこっち。何そいつ。はい、これちょっと判定お願いします。判定の結果、明治さん、よっしゃー。やっぱね、何あのさ、お前思ったんだけど、これウルトラマンに出てくるさ、あのバケモンか。いいところは体が、頭が丸い。うん、丸い。うん、そう、すげえだろ。はい、あと3回。え、あ、そっか、あと3回です。3回で決まります。山口親子の仲間、第3のお題はキティちゃんを描いてもらいます。キティちゃん、あ、はい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 、キティちゃんいけるかもしれない。できた。はい、じゃあまずせいやさんからどうぞ。はい、僕が描けたキティちゃんはこちら。はい、次 AG さんどうぞ。僕が描いたキティちゃんはこちら。はい、安定の結果、AG さん。また俺。それ何、キティちゃんの。なんかね、服がキティちゃんっぽい。いや、もう時間なくて。こっち、そう、おー、やった。キティちゃん、これはタンクトップだもん。タンクトップじゃねえや。タンクトップじゃねえや。なんか、せいやのはネズミみたいな感じ。やつ。ぐさって捧げました。第4問題は、サービス問題です。はい。ということで、イチゴを書いてもらいます。イチゴ、イチゴ、イチゴか。イ
1号館、簡単だ、1号館。はい、じゃあ明治さんどうぞ。えい、これが書いたイチゴです。次、せやさんどうぞ。俺が書いたイチゴはこれえ、まあこれ点数いいじゃね。判定の結果、明治さん、これも明治、なぜ葉っぱがついてんだよね、葉っぱ。これ何イチゴだって。いちご葉っぱついていねえと、それなんか大根のあれ大根のパーンってやったということで、明治さんがリードしています。イエーイ。山口親子の仲間、第5問目は10ポイントで時計を書いてもらいます。時計か。ちなみに明治さんがリードしています。これでせいやさんが10ポイント取れば勝ちなんです。今はもう動かない、その時計。ハートが多い。かけた。はい、かけたぜ。かけましたか。はい、じゃあ最後、明治さんからどうぞ。僕の書いた時は、はい、クリーを広げる。はい、せいやさんの僕が書いた時はこれだ。今回は俺が自信あると思います。はい、ことで判定の結果、初めてせいやさんが勝ちました。いいところはね、時間が書いてる。あ、忘れてた時間、数字が書いてて。なるほど、それで勝ちです。よし、今回は明治さん4ポイント、せいやさん10ポイントということで、罰ゲーム、明治さん自習でいいわ。次回買ってくるわ。まあいいよ、買ってくるわ。ではこれで終わります。じゃあ次の動画も見てください。バイ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 。山口親子の仲間たち、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッターのフォローもお願いします。ではまた次回、バイバーイ。バイバーイ。はっ。